五二条天皇は、日本の第九十四代天皇、忌み川国春、大覚寺等であり、五宇田天皇の第一王子、母は、大城大臣堀川貴具の養女で神孫の元子、五大五天皇の異母兄にあたる。五二条天皇の即位は、鎌倉幕府が朝廷に自典と天皇の交代を要求したことから、実現したものだったが、ここまで半世紀以上にわたって、 自明院党と大覚寺党による両党鉄律を重ねてきた結果、この天皇の即位後3年半にわたって、史上最多となる五代の上皇が同時に存在することになった。公安9年10月25日に、新能宣言を受け、永任6年6月27日、霊勢までの皇治殿で元服同年8月10日に、五伏見天皇の皇太子となる。 昭安3年1月21日、五伏見天皇の上位を受けて戦争。同年3月24日に即位。徳治3年8月に病を得て、同25日在位7年にして二条。高倉皇居で崩御。放二24。同27日、二条院の加護号として、五二条院を追合された。 大覚寺党と寺明院党との間で、皇位継承をめぐる対立が続いていた時期に、国春親皇の立大使が実現した背景には、祖父、亀山法王による幕府への強い働きかけがあった。すなわち、伏見天皇、ご伏見天皇と寺明院党の天皇が2代、連続したことについて、大覚寺党は、ご佐賀上皇の遺章に反する決定として、幕府に不服を申し立てたのである。 即位に際しては、父、ゴ田上皇による陰性が実現したが、当時は南北朝分裂への過渡期にあたり、天の下の人、また押し返し、一方になびきたるほども、さも目の前に移う,うろ批変はる世の中かなとが異端される、時よであった。さらに、天皇が在位七年で病没したことやその時点で、大覚寺等の着流を継ぐべき巫女の国吉親王が、わずか九歳だったことから、 大覚寺党と寺明院党とが交互に後位継承していくという幕府裁定の両党鉄立原則が崩壊することになった。その調整策の結果、天皇の異母帝である五代醐天皇が中継ぎとして即位し、そして後位継承への幕府の関与に対する異議申し立てに発する倒幕運動へと展開していくことになるのである。なお、天皇は在位中、加減元,元年に、 五二条院歌合わせを催すなど、歌会、歌合わせの最高が多く、同三年には、自ら、五二条院御衆を選修している。また、郷田上皇の院前を受けて直選週の先進が行われたが、これは、大覚寺党による支配の正当性を誇示する政治的行為でもあった。五二条天皇陵、五二条天皇陵陵は、宮内庁により、 京都府京都市左京区北白川追分け町にある北、白川寮に事情されている。区内町上の形式は延休。特時3年8月28日、北、白川殿で仮装し、そのまま三笹とした。中世に荒廃したが、元禄元無料の時に、当初が三笹に認定され、幕末に宗法を加えた。なお、文骨書が父、小浦天皇の蓮華法事漁内にある。 また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。